はい、皆さんこんにちは。なんか新カードがめっちゃ紹介されてるんやけども、今日はね2枚、紹介されてたので、こちら皆さんと共有していこうと、思うんやけども、もうパッパッパッとね紹介していきたいなと思います。5コス4000のクリーチャー、自然文明で、グレガリオン、アースドラゴンという、まあ、種族を持ちながら、ダブルブレーカーを持ちつつ攻撃するときにプラス3000の能力を得ると。まあこれはもう診断ね、ドラゴン強化ということで、まあハゲルガイザーっていう、まあ、SR の山札の上からドラゴンであれば特殊召喚するっていうカードがあるんやけども、まあ、間違いなくこのハゲルガイザーの多分カードやなと思います。まあ、ハゲルガイザーのために作られたカードで言っても、まあ、過言ではないかなと。なのでその新 SR のハゲルガイザーを入れるデッキに、まあ、採用されるのかなっていう感じかな。まあ、特にそんなに言うことはないカードですよね。それから4コス6000のクリーチャーカード、ギラントっていうカードがあるんやけども、4コス6000の、種族がドラゴンゾンビというクリーチャーで、ダブルブレーカーを持っていて、バトルするとき、バトルの後このクリーチャーを破壊すると。まあバトルするときなんで、シールドをブレイクしたときに関してはブレイクできるけども、まあ、クリーチャー同士で戦った場合には破壊されると。なんかデーモンコマンドにもなんかそんなカードいたよね。4コス5コスかな、ダークモルターっていうカードがまあいたと思うんやけども、まあこのドラゴンゾンビに関しても進化後のクリーチャーがいたらまあ採用するけども、まあドラゴンゾンビだけでまあ追加されるんであればさほどこうなんだろうな、そんなにまあ実のあるカードではないよね。進化元になるならばまあバリュー上がりそうやけども、進化後がいなければまあそんなに多分入りはしないカードかなと思います。まあ何かね、そのドラゴンゾンビの進化後クリーチャー知ってる方ね、その初期環境で分かる方いればちょっと教えてもらいたいなと思うんですが、まあそのカードが多分追加される可能性は高いよね、進化後ドラゴンゾンビのクリーチャーと。まあ4コス6000っていうのは強いけども、まあ採用率はちょっとまだ分からないって感じだね。まあとりあえずこの2枚に関してはなんかサブキャラクター的な、まあただのアンコモンとかそんなレベルなんで、まあみんなのね頭にまあちょっと入るぐらいの、まあそんなカードもあったんだなみたいな感じで、まあ抑えればいいんじゃないかなと思います。